Haluka TV. みなさんこんにちは、はるかです。はい、ということで今回はですね、なんとサンタさん来たということでね、みなさんはね、サンタさん来ましたか？僕はね、来ちゃいましたよ。もうね、もう何頼んでるかもうみんなわからないと思います。ちなみに僕は以前ね、クリスマスパーティーの動画出しておるので、またそれ見てない方は見てみてください。はい、ということでね、これ見たらわかる。ね、前はね、ナイトローグの武器を紹介したんですけど、今回はね、フィギュアなんですよ。フィギュアといえばこれです。じゃん、仮面ライダービルドのラビットタンクフォーム01です。すごいでしょこれね。え、動画で紹介してないんですけど、このね、これがね、食玩版ですね。結構小さいんだよね。だいたいね、僕の手のひらぐらいにやるとこんな感じですね。結構小さいんだよね。うん。で、今回はね、これね、なんとね、食玩じゃないんですよね。これね、もう、ちゃんとしたやつですから。ただね、ちょっと残念なのがね、首と腰が曲がらないのと、ちょっとね、なんかね、このボディを外すときに、ボタンを押すんですけど、そのボタンが結構硬いらしいんですよ。で、そのために、こう、ベルトが今回外れないらしいんですよ。前の、このエグゼイドのフィギュアは、普通にね、これね、ちょっと硬いんだけど、ベルトね、外れるんだよ。ちょっと硬いな、今じゃ。けどね、ホルダーとかに、ね、普通にね、外れるんですけど、今回ね、ビルドはなんと外れないんですよ。外れないので、まあ、外れないベルトと、どこかの手首とかなんか足首とかを、なんか引っ張るといけるみたいです。で、今回ね、ドリルクラッシャーも付属していると思います。では、開けてみましょう。おー、すごいね。中身こんな感じです。おお、落ちちゃった。落ちちゃった。はい、ラビットの方にベルトがついていました。他にもね、いろんなフォーム売ってるんですけど、まあ今後ともいろんなフォームを、まあ買うってわけじゃないんですけど、まあ今回はラビットタンクフォームだけ、まあ、紹介していきたいと思います。これね、ただね、タンクフォームのパーツと、あと、ラビットのフォームのパーツに分かれているだけです。箱見てみるとね、他にもね、いろんなね、ベストマッチじゃなくても、こんないろんなフォームに変えられるらしいです。普通にね、外すと。で、これドリルクラッシャーだね。ね、これ裏がね、すんごい穴開いてるんだけどね。はい。じゃあ、カチって言うかな。つけてみまーす。あ、カチって言った。オッケーオッケー。はい、普通にね、ビルドになりました。はい。でね、食玩と比べるとね、結構小さいこれ。結構ね、思ったより小さいわこれ。この、長さこれ。見てこれ。これ、ね、画面からはみ出しちゃってるよ。ね、これすごいね。ね。で、前のね、このエグゼイドの武器もちゃんとついてますね。ハンマーモードと、あとハンマーモードと、あとソードモード両方入ってましたね、エグゼイドは。けど、今回はもうソードだけなんですね。まあ、ソードから、まあ、銃に変えられるんですけど、今回ソードだけでしたね。はい。多分ゴリラモンドのセットに多分銃がついてるのかね。で、まあフォークガトリングには、まあガトリングとか、まあそういう感じかな。うん。
種類にかこう武器が入ってるっていうわけじゃないからね。そうだよね、多分そうだよね、そうだよねそうだよね。まあ結構ね、これねちゃんとベルトにもねフルボトルあるでしょ。ここにねちゃんとね赤と青でラビットとタンクね色が塗れられてあるんだよ。これ結構細かくで、ベルトのこの銀メッキのところもこれ色塗られてるんだよ。これで、これちゃんとね分けられてあるのがすごい。ただ後ろはもう真っ黒ですね。ただ形はちゃんと塗れてある。でベルトの部分とか足とかはまあ塗られてあるね。角とか角っていうのかなこれね見て見て、これさ、これ同じ姓から見たらさ、もうビデオにさこんな腕しか映らないんだよ。これ同じ姓だからね、これ同じ姓にしているから。すごいすごいよこれ。例えばこのエグゼイドのなんていうんだっけ、ガシャコンブレイカーをこうビルドに持たせるわけです。でこのドリルクラッシャーをあのエグゼイドに身につけるっていうことです。ちょっと裏はね穴開いちゃってるんだけどね。で、まあ2つで、まあ高さを比べてみるとちょっとだけドリルクラッシャーが高い、見づらいかな。で、まあ要するにエグゼイドがこのビルドのドリルクラッシャーを持って、で、ビルドがエグゼイドのフィギュアじゃない剣を持ってポーズを決めると、どうだよっ、ほら剣でこっちも同じポーズで決めるとどうなるかな、どうなるかな、な。キュッ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 。ほい。どう？これ。二人のこの剣持ってるポーズ。これ。見える？これね、すごいよこれ。顔見えてないや。ビルドがエグゼイドのこのなんていうんだっけ、ガシャコンブレイカーのソードモードを持って、でビルド、エグゼイドがビルドのドリルクラッシャーのソードモードを持っている。かっこよくないこれ、エグゼイドかっこよくないこれ。なんかずるいわこれなんかずるいわけどね、ビルドもスーツいいよね、これこの色の相性というか、なんかこの色ね、いいねこれ、いいすごいいいわこれ、うん、すごいね、いいねいいね、シャキン。これさ、エグゼイトとさ、これさ、ビルドがさ戦ったらどうなるこれ。あーは、落としちゃったよ。落としちゃったよ。よこれね、いろんなね自由自在にこうベストマッチじゃなくてもできるし、例えばあの鷹と
あれ、ダイヤモンドで、これ、タカモンド。で、ラビットとガトリングで、ラビットガトリング。で、ゴリラとタンクで、ゴリラタンク。いろんなね、フォームにできるよね。はい、ということで、今回は、仮面ライダービルドのラビットタンクフォームアクションフィギュアの01でした。じゃあ、チャンネル登録、PC の方は画面をポチ、スマートフォン、タブレット、もしくはゲームの方はこの概要欄の赤いボタンをポチッと押せばチャンネル登録完了です。はい、ということで、またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ライダーキック。バイバーイ。